ST マイクロエレクトロニクスのビデオプレゼンテーションをご覧いただきありがとうございます。今回はオペアンプの概要についてご説明いたします。オペアンプは様々な用途に活用されます。コンスーマー製品では UV センサーやホールセンサーの検出回路、電流検出などに CMOS タイプの小型パッケージ品が使用されています。産業用途やメディカルヘルスケア分野は赤外線やガス、圧力などの微小な信号を捉える回路に高精度オペアンプが使用されています。オートモーティブ分野では伝送品の採用が増えるに従って、安全のための電流検出回路、モーターの電流制御や位置検出にオペアンプが使用されています。ST のオペアンプの特徴は、その広範なラインナップにあります。オペアンプ全体で一般汎用品から高性能品まで約150種類の製品ラインナップがあり、その中からアプリケーションに合わせて最適な製品を選択することが可能です。特に CMOS オペアンプを中心に低消費電力の製品ラインナップを数多く取り揃えています。また、現在 ST の MEMS センサーや各種産業用センサーに最適な高精度オペアンプの拡充を図っています。IoT 関連にふさわしい製品としては、動作時の消費電流が1マイクロアンペア以下となるナノパワー製品群や、リードレスの DFN パッケージを使用した超小型パッケージ製品も取り揃えています。車載品のラインナップは約50種類あり、すべて AEC900 に準拠した信頼性試験で認定済みとなっており、国内外の様々な車載メーカー様において実績のある製品となっています。次に、プロセス別のラインナップを紹介いたします。まず、左から汎用性に優れたバイポーラープロセスと JFET プロセスを使用したものです。長年の実績を積み重ねたプロセスであり、車載から民生グレードまで様々な製品に使用されています。バイポーラープロセスの特徴を活かし、ST の低ノイズアンプやビデオアンプなどに使用されています。次に 5V の CMOS プロセスです。このプロセスはスマートフォンなどバッテリー駆動のアプリケーションに最適な低消費オペアンプに使用されています。レールツーレール入出力を持ち、入力バイアス電流が小さいため、高インピーダンスセンサーの信号処理に最適な製品です。そして新しく開発した 16V の CMOS プロセスです。このプロセスは ST が開発した最新の CMOS プロセスです。このプロセスの特徴は、車載アプリケーションにも使用可能な 16V の動作電圧範囲、4kV までの ESD 耐圧、安定的な電気的特性です。マイナス40度から125度までの動作を保証し、約70項目の電気的特性の最小値、または最大値を保証しています。ご視聴ありがとうございました。ST のオペアンプの概要についてご理解いただけましたでしょうか。より詳しい情報は、弊社公式サイト st.com をご覧ください。